じゃあこれだ。ジャン君、なんか丸い塊だけど、ジャン君、おはよう。おはよう。ジャン君にはこれさえあれば。はい、どうぞ。ねえ、ジャン君。よかったね、ジャン君。はい。どうした？帰ってくるの？ジャン君、ジャン君、今日はね、マイナンバーカードをスマホで制作作る登録をするというのをやってみるよ。僕のマイナンバーはどんなの？昨日ですね、このスマホにこのカメラのデータを Bluetooth でコピーするというのをやりました。前からできるはずなんだけど、ね、意外とできないんだよね。なんか Bluetooth つながらなくてですね、なかなかできなくて、でもやりました。昨日このカメラで撮った、写真の方がきっといい写真に違いないと思ってですね、撮りに行きましたが、
クロケンパパも、まあ、おいママも気に入っておりませんこんなはずないって思っていますが、クロケンパパなんか倍ぐらいの大きさに横に太っちゃってて、何この顔って思ってますが、このカメラは嘘をつかないんですね。なので、自分の方が間違っていると。面白いのはね、黒岩家の僕のおじさんとか、おじいさんとかたちはみんな怖い顔してたのね。すごい怖い顔が多くて、で自分は柔らかい表情をした、おじさんだなと思ってたら、太ったら怖い顔になってた。怖い？なんかね、あ、これ黒岩家の顔だわと思って。あんまり喋らなくて仏頂ずらしてるとめっちゃ怖いんだよね、この顔。だからよく喋るようにしよう、これから。ということで、マイナンバーカードを保険証とかいろんなものに紐付けをすると2万円もらえるというのにつられてやってみます。2人で4万円でも頑張ります。もらえるからっていうよりはそれがないとさ、なんかができないんじゃなかったっけ。身分証明書がね、写真付き身分証明書が持ってないので。それだけじゃないよね、なんか今回さ、何かそれがないと、ないとダメなんじゃなくて、あると、ネット経由でできるっていう。実際には、会社の住所を変えるのに、東京に行ったり来たりしなきゃいけないのをこれである程度できると、などなど、まあ便利になるよということなので、やってみます。ヤンくんのマイカードも作ろう。マイナンバーマイニャンバーだね、というのが、ここに入れるチップになるのかもしれないけどね。ポンちゃんが、はい、ポンちゃん、あ、ポンちゃんが足から降りてくれた。ポンちゃん、やったー、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、畳めるぞ。はい、お二人ともおはようございます。おはようございます。はい、ポンちゃんが来れた。うん、ちょっとやってね。こっちおいで。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 逃げられた。逆を追いかけます。はい。うんうん、ほらこの怖い顔わかんない、ジジイだね、完全にジジイの顔です。あはははあはははあはははは、はい、出来上がったよ。申請を出してそれがメールで届くんだ。メールじゃないや、不備があったらメールで。写真の背景が一色じゃなかったんだよね。それだけちょっと問題はあるかと思うので、もし不備があるんだったらメールが届きます。そしてなければ、申請完了のハガキなのかな。でそれを持って区役所、あ、役所、市役所に行くのかな。だとしたらオンラインの意味あるのかな。でも申請しに行かなくていいってことなんじゃないの。通知だけ来るのかな、わからん。まあとにかく、これで2万円もらえるかもしれないよっていうことですね。あ、保険証と紐付けとかは後でやるのね、きっとね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポン、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ジャックも来た。よし、はい、ポンちゃん、あと好きだ。ポンちゃん。
ポンちゃん、いい子だね。お、飛んだ、飛んでいった。食べたばっかりか。触らないでこ。